のお店多ない？このお店多い。焼肉屋の箸置きがこの金の牛。これ何なの？そういう牛牛もこれよね。ああ確かに。流行ってんのかな、この業者が。だから多分いるんじゃない、そのなんか焼肉を立ち上げるとなったら、うん、絶対あの人だよみたいな、うん、で、そのバッて閉めるときにもう絶対もうこれついてくるんじゃない。ああ金の牛の箸置きは絶対みたいな。ああそうなのかね、どこどこルートで手に入れてるとかについてる。これ牛牛と一緒のやつですよって言われたら、うん、あじゃあもううちもそれでお願いしますね、うん、大量入荷。つながりだろうね。しかもいい焼肉屋はね、ここはもう電話番号とかも出てないところのお店なので。俺この前、うん、三軒茶屋の店いろいろ行ってみたいなと思うんですけど、うん、80歳のおばあちゃんが一人でやってる居酒屋に行ったの、うん、でカウンターだけで、うん、席ももうこうで椅子がちっちゃいのも何個もあって、うん、もうほんとスペースこんぐらい、うん、で後ろ一人通れるか通れないかみたいな、うん、ところで、まあ、入ったわけよ、うん、でまず注文は3回以上しなきゃ来ないの、うんまあね、忘れちゃうから。すいませんすいませんって言ったら、うん、あ何って言ってくれるんだけど、うん、あのこれさもうね作り置きなのよ。あの千と千尋の感じ分かる？あ大皿にめっちゃ置いてる、うんうんうん、魚の煮込みまくってるやつ。そうそうそう、うん、おからひじきとか、うん、で唐揚げ揚げてても俺らが行ったら、うん、ちょうど揚げてて、うん、で入ってでお母さんっつって、うん、注文いいですかって言って、うん、あこの煮物とかこれなんとかなんとかとくださいって言ったら、うん、はい分かりましたとは言ってくれるの、うん、でも一生来ないの、うん、であれお母さんこれあれ注文これ入ってますって言ったら、うん、あ何食べるって言ってくるの、うん、であこれ煮物とかもらってもいいですか、うん、って言ったらはい分かりましたって言うんだけど、うん、常連さんが一人だけ来てて、うん、その人の料理をしてるの今、うん、で終わって、うん、何か食べるって言ってくるのすごい本当にお母さん一人だけ。お母さん一人なの、もうめっちゃ狭いで、うん、あお母さんあのごめんごめんって俺らももうやっぱそこは理解してるから、うん、これまず1個じゃもらっていい、うん、もう1個ずつ注文、うん、魚まずもらっていい、うん、あ分かった分かったってもう取って、うん、ラップして、うん、レンジでチンする、そのまま、うん、でまあそれもやってくれて、うん、で米食べたかったからお母さんご飯って言ったら、うん、吉田さんにもらったパックのならあるよ冷蔵庫からパックのご飯出してくれて、うん、2個だけ、うん、それを2個レンジでチンしてくれて、うん、でまあ、待ってるやん、うん、で待ってたらその唐揚げがちょうど上がって、うん、バッてもう銀の、 あのプレートみたいなやつ、うん、山盛りなの、うん、で、あ、お母さんこれ唐揚げもらっていったら、うん、あ、もう好きで取っていいよみたいな感じやん、えーみたいな、うん、え、こういいの、うん、で、もう食べるよ、めっちゃ、うん、めっちゃうまいの、うん、うまみたいな、うん、で、これもかけなみたいな塩コショウみたいな来て、うん、え、もうこれかけようと思ったら、うん、スパイス21って書いてある、わけわからんの、その調味料来て何これみたいな、うん、それわかんないけど何にでも合う、うん、って言われてかけたらめっちゃうまいの、うん、で、うまみたいな、うん、で、俺らまあお酒、ビール飲んでんだけど、うん、その太郎が水しか飲めないから、うん、水もらっていいですかって言ったら、うん、そっちの方にあるからって言って常連さんが取ってくるの、やっぱ狭いから、うんうんうん、常連さんがごそごそして取ってくれたら、うん、イオンのトップバリューの水うんペットボトルの、うん、お母さんこれみたいな、うん、で何も答えない無視される、うん、常連さんにこれですかって聞いたら、うん、多分それだと思いますよ、うんうん、でわけわからんくって、うん、でまあ米来て、うん、で食べてるやん、うん、でまあ米も普通にはレンチンの、うん、うまくて魚とかも全部うまいね一応、うん、すごいめっちゃ来たよ。そうで15分20分ぐらいした時に、うん、もう一個の米が来てないのずっと来なくて、うん、もうゆうやがいたんだけど、うん、ゆうやがあれお母さん俺の米ありますって聞いたら、うん、あ忘れたってずっとレンジの中入ってるのまたそれ持ってきて、うん、でまあそんな感じいろいろ食ってまあうまいんだけど、うん、そのまあ高級って感じじゃない、うん、お母さんのお袋の味みたいな、うん、友達の実家ぐらいね。そう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 、うん、もう氷とかも手で掴んでもうグラスも手で洗ってでもびっしょびしょのまま出てくるんだあでも全然そんなんもいいからでも野球もテレビで流れてて常連さんたちも見てるみたいな、うん、そのいい感じの店だからまあ高級感はないけど、うん、うまいみたいな感じで、はいはいはい、で俺も結構気に入ったのよその、うん、だからそのお会計で現金しか使えなかったから、うんまあ、太郎がその時現金持ったから使っ、うん、払ったんだけど、うんまあ、太郎にお世話になったから1万円渡しちゃいなよ1万円札あげちゃいなよつって、うん、太郎がいやいやそれはみたいな、うん、いや普通にじゃあお母さんお会計お願いしますみたいな感じで言ったら、うん、伝票もなんもないから、うん、適当にお母さんが弾いてんの、で、うん、紙になんか書いていく、うん、はいじゃあこれねって聞いたら、うん、9,800円になる、うん、もう割と1万円になる、うん、で太郎が、うん、高すぎだろだから領収書くださいって領収書も来たんだけど、うん、ただのおばあちゃんの手書きの9,800円ありがとうございましたからどこでも使えない一旦証明書おもろ